どうもこんにちは。今日はさすがに、ものすごい数の、方が、いらっしゃってます。まるでですね、昨日の、未明に、YouTube で公開された、あのビデオがですね、今日の集会のまるでプロモーションビデオだったんじゃないか、そんな気がしますね。心から戦国38さんありがとう。心から、もう一度言いましょう。戦国さん、戦国さんだけじゃダメです。戦国38ですから、戦国38さんありがとう。こうやって日本人がだんだん目覚めてくるわけです。今柳田さんがおっしゃったようにですね、10月2日、10月16日と2回、集会のデモがありましたが、日本のメディアがほとんど報じない、中ですね、外国のメディアが、報じました。さて今日はどうなのか、これもまた興味がありますね。しかし、そういったことをですね、もうもはや我々が、作っていく、そういう時代が、到来したのではないかと思います。実は今日ですね、アメリカで YouTube で情報を発信しているテキサス親父という面白い人がいます。その人の新しい動画を見て僕は本当に、すごいなと思ったんですね。今日ここに出かける前に見たんですが、それはですね、必死に、日本の政府がですね、削除しようとしてます、インターネット上のその海上保安庁のですね、撮影した、尖閣ビデオですね。まあ最初にその投稿した仙国さんは、自ら、削除したみたいですが、その後もう動画の拡散は止まりません。そして、今日私が見たのはですね、なんとテキサス親父がですね、尖閣問題のことを取り上げて、そしてその動画を使ってるんですよ。テキサス親父のコンテンツの中にもうすでに入ってるんですね。これはでも新しい時代が来たっていうことなんですよ。いいですか、地上波のテレビは一体何があったんですか、何をやったんですか。昨日は YouTube を追っかけただけじゃないですか。自分たちで地上波のテレビ局の人に言いたいけど、自分たちであのビデオを撮ってきて放送しようと思った志のあるやつはいないのか。ふざけるやつ一体、そんなメディアはもう終わりなんだよ。いいですか、10月ぐらい、まあ、去年から続いてますけども、民主党政権のおかげでですね、日の丸を掲げたデモというのが、増えてきた。そしてこの10月2回、行われて先月ですね、私は確信したんですね。日本の民主主義はですね、いよいよ新しいステージに、入った。日本の民主主義は新しいフェーズに入った。これは戦後、65年経ってですね、初めて、起きたことなんですね。日本人が日本人の民主主義をですね、戦後の、民主主義というものがですね、日本人のものになりつつあるんです。それまでは決して占領政策の中から、与えられた、加工のものでしかなかったものがですね、初めて、戦前の日本の歴史を日本人が取り戻す、そういう意識を持つことによって初めて蘇ることができたんです。そういう時代に来たってことです。テキサス親父の、その今日見た動画の一番最後のシーンがものすごい象徴的だった。それは何かというと、テキサス親父が憲法9条って書いた紙を持ってきて、ここで火をつけて燃やすんですよ。いいですか、海上保安庁の船が撃沈できないのも、海上自衛隊も航空自衛隊も不法侵入のものにですね、自ら攻撃できない、全部自衛隊法的縛りもせめて9条があるから原因なんです。昨日バイデン民主党政権が行った朝鮮学校無償化を今年中に行うという、その通達も、それも
すべて拉致問題、それもすべて救助が原因なんです。とにかくそういうことに目覚めてきた日本人が増えてきた、これは当たり前のことであって、今日のこの歴史的な日がですね、アジア全体、そして劉暁波氏のノーベル平和賞受賞を祝うということは、まさに日本が戦前行ってきたアジアの歴史を作ろうという、そういうものにつながるですね、大きな新しい日本の戦後民主主義の運動が始まったという、今日は記念すべきになったと、記念すべきになったという、そういう認識をしたいと思います。皆さん一緒に戦っていきましょう。どうもありがとうございました。今日の皆さんは、ジャーナリストの西村浩二様でございました。今西村さんからもお話があったように、今政治家よりも